どうも皆さんこんばんは、スリジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて今回もやっていきましょう。シングルモルトウイスキーを一気に知る2022年よく見るシングルモルトスコッチまとめ解説18選ということで、今回はね前編という形でお届けしていきます。久しぶりのまとめ解説ということで、2022年今年から新たにウイスキーを楽しんでみたいとか、シングルモルトウイスキー興味あっていろいろ飲んでみたいという方に向けて、よくスーパーであったり酒屋さんであったりバーなどでも見かける有名なスコットランドのシングルモルトウイスキーを合計18本解説紹介していきたいと思います。かなりね本数も多いので、今回は前編、そして次は後編という形でお届けしていきます。特にですね、今回に関しましては最近ウイスキーを飲み始めた方が酒屋さんとかスーパーとかバーに行った時に、そういった飲む銘柄の参考になれば嬉しいですし、これ見たことあるんだけどよくわからないなという方に、シングルモルトウイスキーの魅力であったりシングルモルトを楽しむ時のですね参考になれば嬉しいなと思います。今回の動画をきっかけに、今までよくわかんないけど頼んでたっていう方がですね、それを少し知っていただいてワクワクしながら飲んでいただく、そういうきっかけになれば嬉しいなと思っております。今回紹介するウイスキーなんですけれども、前編9選を3つの軸で紹介していきます。まずはね、大変知名度も高くてスコットランドのシングルモルトの入り口となるような3本、そして続いてはシングルモルトウイスキーの中でも特に飲みやすくて試していただきやすいんじゃないかなという3本、そして最後はですね、よく見るメジャーなアイラ島のウイスキー、こちらをね知っていただくと、あ、こういうウイスキーもあるんだなという一つのきっかけになるんじゃないかなと思っております。目新しい銘柄を解説するというよりはね、本当によく見るメジャーな銘柄解説となりますので、今回はウイスキーを最近飲み始めた方向けの紹介となります。メジャーな銘柄というところはね、完全に私の独断と偏見と経験と妄想になりますが、参考になれば嬉しいです。それでは早速シングルモルトスコッチの世界へ飛び込んでいきましょう。さてまずはね、大体大定番のウイスキーもちゃんと紹介していきたいと思います。こちらシングルモルトウイスキーグレンフィディックの12年でございます。このね、鹿のマークがこのモチーフとなっているウイスキーでございます。ウイスキーをね、よく飲む方であれば一度は飲んだことがあるであろう大定番のシングルモルトウイスキーでございます。よくね、売り文句で世界で一番売れているシングルモルトウイスキーですよと紹介されているブランドですね。鹿のラベルが特徴的で、ゲール語で鹿の谷という意味、それがこのグレンフィディックという名前なんですね。グレンフィディックはじめ今日紹介するウイスキーは、この1箇所の蒸留所、1つの蒸留所の麦芽原料のモルトウイスキーのみを組み合わせたシングルモルトウイスキーというカテゴリーなんですけれども、1つの蒸留所の製法であったり原料であったり、そのこだわりが詰まっているので、かなり銘柄ごとに個性が異なってますし、個性豊かな銘柄たくさんあるんですよね。そういったところからシングルモルトって本当にその飲み手によってかなり好みが分かれていく部分でもございます。そんな個性豊かなシングルモルトの中でも、やっぱりねグレンフィディックは本当に滑らかで飲みやすいんですよね。特にフルーティーさがあってですね、洋梨とかパイナップルとか、さらに口に含んでいただくとちょっとこう穀物の香りがしっとりとね親しみやすくって、飲みやすいタイプの1本でございます。他にも特徴的なものだったりすると、こう香りからねちょっと煙っぽいね煙たい香りのものがあったりとか、飲んだ時に塩辛さが感じられたりですとか、ちょっとビターなタイプであったりとか、そういう個性的なウイスキーがある中でも特に世界で一番選ばれているということだけありまして、飲みやすさとね、すっきりとしたこのフルーティーさが楽しみやすいんじゃないかなと思っております。そういったシングルモルトウイスキーの入り口ともなり得て、ハマっていきますとですね、これが年数を上げて15年や18年といった年数を段階的に上げて楽しむこともできるので、より深掘りもできるという点でも素晴らしいですね。私としてはこちらやっぱりねハイボールがおすすめで、食中酒として楽しみやすいんですよね。特にオリーブオイルたっぷりかけたようなイタリアンであったりとか、それからクリームチーズといぶりがっこをセットにしてね合わせていただくのがおすすめで、割とね洋食と中心に合わせやすいかなというイメージの一本でございます。なんだかんだよく見るけどそういえば買ったことはないなという方はですね、まずやっぱりグレンフィディックって本当によくおすすめされるんですけれども、飲みやすくてフルーティーで親しみやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひともね試していただきたい最初の1本としてはすごくいいと思います。さて続いて2本目がこちらも大定番、スコットランドのシングルモルトザ・グレンリベットの12年でございます。こちらもね先ほどのグレンフィディックと並びまして、シングルモルトウイスキーの入門におすすめですよとよくよく言われている大人気の銘柄の一つでございます。先ほどのグレンフィディックと比べていただくと、より香りがね線が細いといいますか、繊細で優しくって、シトラスとかね白いお花であったりとか、それから飲んだ時のこの滑らかさというところがすごく美味しいウイスキーでございます。何より密造が盛んだった時代の当時のスコットランドにおいて、
1824年政府公認第1号の蒸留所になった歴史もありますので、まさに伝統のシングルモルトウイスキーのブランドでございます。グレンリベットは12年がお好きだった方にぜひとも試していただきたいのがやっぱり18年ですね。お値段にするとだいたい倍くらいのお値段にはなってしまうんですけれども、他のウイスキーだったら1万円台超えてしまうような18年熟成のウイスキーでも、このグレンリベットであれば安定的に入手ができて、かつ7000円台ということでね、他のものと比べるとお得に楽しむことができます。初の18年熟成のスコッチを楽しむ際にもね、グレンリベット18年は大変おすすめでございます。グレンフィディックの方はフルーティーで華やかなんですが、こちらのグレンリベットの方はですね、やっぱりこうすごくこう繊細な上品さ、上品なフルーティーさがありますので、ハイボールにしていただいて淡白な、ね、白身魚のフライだったりとか、ハーブチキンだったりですとか、そういった、ね、脂身というよりかはちょっとこう淡白な味わいのお料理とかと合わせていただいてもすごく合います。ぜひともね、まずはグレンフィディック、グレンリベットという形で飲み比べてみたいなという一本ですね。さて続いての一本は、よくよく目にする高級スコッチの代名詞的な一本、こちらでございます。シングルモルトウイスキーザ・マッカラン12年のシェリーオークでございます。続いてもスコッチウイスキーの伝統、そして長らく日本に輸入されてくるスコッチのシングルモルトの中でもトップをね走り続けている大人気銘柄がこのザ・マッカランでございます。こちらのマッカランと聞きますと、なんとなくこうウイスキーが飲んだことがない方でも高級ウイスキーとして認知されていたり、あまりウイスキー普段飲まないんだけどバーに行った時にマッカランは飲んだことあるよという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。なんといってもマッカランの特徴はですね、良質なこのシェリーダル、シェリー酒の秋ダルを使ったシェリーダル熟成が有名な蒸留所でして、深くて滑らかでね、この甘い余韻や味わいというのを楽しむことができるんです。特徴としては特にネープルシロップですとか、イチジクのドライフルーツを思わせる香り立ち、それからね、うっとりするような甘い香り立ちがふわっと立ち上がってくるんですよね。もちろんね、こちらもロングセラーのウイスキーでもありますので、時代時代によって当時のマッカラの味わいとは変わっていきますが、現行品には現行品の美味しさがあるんじゃないかなと個人的には感じております。さらにこちらのマッカランシェリーオークというタイプ以外だと、樽の違いによってダブルカスク、トリプルカスクといったですね、見た目からするとちょっとパッと見分かりにくいんですけれども、この12年という年数の下に樽の数がね増えているタイプのものがありますので、スタンダード品はこちらの12年のシェリーオークが一番有名なタイプでございます。いずれもね、この3種類とも1本7000オーバーとかになってしまうので贅沢なウイスキーにはなりますけれども、まさにスコットランドのシングルモルトの代表的なね一本でもございますし、まずはね、今年からシングルモルトウイスキー試してみたいなって方にはバーに入った時に1本オンザロックスで試してみていただきたいなと思っております。それこそ一緒に合わせるんだったらドライイチジクとか、やっぱりレーズンとかと合わせていただくと、口の中でこのマッカラの甘みがじんわりとね溶け合って広がっていくので、やっぱりね一度試していただきたいですね。さてここまではね、本当に大定番のシングルモルトスコッチを紹介してきたんですけれども、続いての3本に関しましては、これはね一般的な知名度はそこまで高くないかもしれませんが、ぜひとも一緒に並べて飲んでいただきたい、最近ではスーパーなどでも見かける、そして酒屋さんなどでもよく見かけるシングルモルトスコッチを3本さらに紹介していきます。さあ続いてのウイスキーがこちらでございます。スコットランドのシングルモルトウイスキー、この黄色ラベルがね特徴的なクラガンモア12年でございます。このクラガモアもこちらもですね、本当に私も大好きなウイスキーの一本でございまして、知名度はね今までの3銘柄よりは少し下がりはするかなという印象なんですけども、滑らかでね、とにかく蜂蜜とかこの麦芽の香り立ちですね、この味わい含めてとにかくね繊細でスルッと飲めてしまう美味しさがございます。1本でねかなりこういろんな香りや味わいを探すことができて、4000円台で楽しめる本格シングルモルトの1本なんですよね。こちらのクラガンモアに関しましては、スコットランドの様々な生産地域がある中でスペイサイドという地域で生産されているウイスキーです。そのスペイサイドを代表するような1本で、すごくね歴史と人気のあるウイスキーですし、この1本の中にはまさにね、そのスペイサイドならではの優しく繊細で穏やかな香味というところをググッとね詰めて楽しむことができるんです。特にクラガンモアというのはですね、昔決められたスコットランドの各生産地域の代表的な銘柄というのが選出されているクラシックモルトというね、このくくりがあるんですけれども、その中でスペイサイドの蒸留所の中から選ばれた一本でもございます。このクラガンモアがすごくいいのはですね、飲みやすいというところだけではなくて、この味わいが気に入った方は次こんな風に試してみたいなとか、いやもっとこういうウイスキーがいいなみたいな、そういうちょっとねこう一つ軸となるような美味しさがあるんですよね。例えばもっとフルーティーなタイプがいいなとか、スモーキーなタイプがいいなというふうに、
このクラガンマの美味しさをどう感じたかによって次のウイスキーを選びやすい、そんな選択肢の、ね、こう分かれ目になってくるようなウイスキーかなとも思います。こちらですね、まず一度ストレートで試していただいて、その複雑で繊細でね、甘いこう麦芽とか蜂蜜とかバニラのような香り立ちとともに一緒にバニラアイスにちょろっと垂らしていただいたりですとか、あとはやっぱり焼き菓子がすごくね個人的にはおすすめですね。ビスケットやクッキーもスタンダードに合いますし、私としてはバターたっぷり効いたフィナンシェとかと合わせていただくと、口の中でこのクラガンマーのね蜂蜜を思わせる滑らかな甘みが存分に広がっていきますのでね、ぜひとも試していただきたいなと思います。さて続いての1本は昨年登場しまして、最近ではスーパーでもだんだん見かけるようになってきたウイスキー、こちらスコットランドのシングルモルトウイスキーグレン・グラントからアルボラリスという銘柄を紹介していきましょう。こちらはですね、もともとそんなにこうシングルモルトとしての知名度は高くなかったんですけれども、だいたいこのアルボラリス、こちらが2000円台で登場してからですね、スーパーでも結構見かけるようになったんですよね。オレンジラベルが特徴的な色鮮やかなウイスキーでございます。もともとですね、こちらのグレン・グラントに関しましては10年熟成がね、ウイスキーのファンの中でも一番有名だったんじゃないかなと思いますし、そこにもともとあったメジャーリザーブからさらに2000円台という形で登場した親しみやすいボトルなんですよね。そんなところからか最近スーパーや酒屋さんでも結構ね、お酒コーナーに陳列されているのを見かけるようになりました。このグレン・グラントというね、蒸留所がありまして、その横の庭園に指す木漏れ日というところから、このアルボラリス、木漏れ日という意味が当てはめられております。そんな木漏れ日を感じさせるようなですね、すごく明るくて優しいフルーティーさにうっとりするんじゃないかなと思いますね。なんといってもですね、このグレン・グラントシリーズはやっぱりちょっとこう青リンゴとかですね、蜂蜜が合わさったようなイメージ、それから後味のほのかなスパイシーさがハイボールにもとてもマッチするブランドでして、特にこちらの2000円台で登場したアルボラリス、もうねこれはね、蜜がたっぷり詰まったリンゴとか一緒にこう蜂蜜をとろっとかけたかのようなフルーティーで上品な飲みやすさがございます。まさにそういった点からはグレンフィディックとかグレンリベットと比べるとお値段もさらにお手頃で楽しみやすいシングルモルトの入門ともなり得る一本なんじゃないかなと感じております。私はねこちら実は2021年一番飲んだウイスキーでして、タリスカーと並んでね合計それぞれ4本ずつは開けたウイスキーでございます。それだけハイボールでの飲みやすさとかハイボールの相性の良さは抜群でして、キーマカレーとかねハニーマスタードチキンとかと合わせても美味しいんですよね。ちょっとこうスパイシーなお料理とかと一緒にこのグレン・グラントのアルボラリスハイボールを合わせると、口の中のさっぱりと洗い流してくれて、次のハイボールがまた一口が美味しいんですよ。さて続いての一本はこちらでございます。シングルモルトウイスキーバルベニーの12年ダブルウッドですね。今度は茶色ラベル、クリームラベルですかね。こちらの見た目のラベルも可愛らしい一本です。このコブの部分がね、なんとも可愛いですよね。続いては数量限定だったりとか値段の面では少しね入手がしづらい部分でもあるウイスキーなんですけども、先ほど登場したグレンフィディックと並べてぜひとも飲み比べていただきたいウイスキーのブランドでございます。冒頭で紹介したあの緑ボトルのグレンフィディックですね、こちらと実は隣接する姉妹蒸留所の関係でございまして、フルーティーで優しい飲みやすさのグレンフィディックと比べるともっとこう滑らかでしっとりとした飲み応えがありますし、麦芽の風味や蜂蜜、ほのかにドライフルーツを思わせるような味わいや香りというのがじっくりとね食後に癒しをくれるウイスキーでございます。それこそ食中酒でハイボールで楽しむんだったらグレンフィディックの方が個人的におすすめで、食後にオンザロックスでナッツとかですね、それからミルクチョコレートとかと合わせながらこのバルベニーのオンザロックスを楽しむと最高ですね。最初に紹介したグレンフィディック、ハイボールでは飲んだことあるよとか、まあ、グレンフィディック自体は飲んだことあるなっていう方に向けても、次にね友達とかとちょっとバーに行った時とかにこのバルベニーのオンザロックス試してみていただきたいですね。バーのこだわったグラスと綺麗な氷で飲むバルベニーのオンザロックスはね、やっぱり至高の一杯なんじゃないかなと思っております。こちらですね、やっぱり焼き菓子とか甘いチョコレートとかとすごく合うんですよね。ミルクチョコレートやホワイトチョコレートがかかったラスクとかと一緒に合わせていただいても相性抜群です。様々なシングルモルトウイスキーがある中でも特にね、こう麦芽の風味、穀物の風味と滑らかさを感じやすいウイスキーかなと思いますので、ハイボールよりもロックで飲むのが好きなんだよねって方にはぜひとも試していただきたい一本でございます。さてここまでですね、合計6本紹介してまいりましたけども、皆さんの中であこれ見たことあったけど飲んだことないなっていうものありましたでしょうか。ボトル選びや飲む際の銘柄の参考になれば嬉しいなと思います。そして前編の最後といたしましては、これはねかなり好みがね好きちょっと苦手かなって分かれる、そういったアイラ島のウイスキーを3本紹介していきたいと思います。さていよいよ登場でございます。こちら
ボーモアの12年ですね。この白ラベルにね、美しいデザインのボトルでございます。こちらに関しましては、この一つ前に紹介したウイスキー6本までは全部スコットランドのスペイサイドという生産地域のウイスキーなんですけれども、もう一つのね、このウイスキーの聖地とも言えるのがやっぱりこのアイラ島のウイスキーなんですよね。なんともね、ちょっとこう薬品的な香りや、こう煙たいスモーキーフレーバーとか磯の香りが詰まっていたりとか、一般的にはウイスキーこれどうぞって嗅いでもらうと、うわ何これ薬臭いとかですね、何これ煙たいと驚かれてしまうような個性的なねキャラクターたちが集まっております。このアイラ島というのは兵庫県淡路島ほどの面積の中に蒸留所がぐぐっと密集しておりまして、これがね、なんとも昔から変わらずこのスモーキーな味わいのウイスキーというのが作られてるんですよね。本当にこう好き苦手がはっきりとね分かれるウイスキーのジャンルだとは思うんですけれども、一度ハマってしまうともうやみつきです。ただそんな個性派揃いのウイスキーの中では、ボーモア蒸留所のウイスキー、このシングルモルトのボーモアに関しましては、アイラ島のねちょっとこう母なる蒸留所的なウイスキーでもございまして、アイラ島のウイスキーのよく入門としても語られる一本です。特徴としましては、香りはねまさにこう海岸の近くを歩いているかのような磯っぽい香り立ちと、それからフレッシュレモンを絞ったような香り立ち、そしてなんといっても飲んだ時にねほのかな塩っ気と、後味に残るチョコレートであったりとかミントといったですね、特にチョコレートも甘いチョコレートっていうよりはダークチョコレート系のビターなニュアンスというのが広がっていきます。現地ではこの大ぶりなね生牡蠣にボーマをちょろっと垂らしていただいて食べるのが現地流ならではの楽しみ方なんですが、残念ながら私はちょっと牡蠣がね食べられなくて現地では残念ながら楽しめなかったんですけれども、私としては他にはねハイボールにしながらスモークサーモンと合わせたりとか、オンザロックスにしながら、もしくはストレートにしながら塩チョコレートと合わせたり、もしくはねお刺身を食べる際とかお寿司を食べる際にお醤油にボーマをほんと数滴垂らしていただくと、なんともねちょっと燻製醤油とフレッシュな塩っ気みたいなところがこのね寿司ネタとかお刺身にすごく合うんですよね。そういった海鮮と合わせていただく際のアクセントとしても楽しんでいただくのがいいんじゃないかなとは思っております。さて続いて合計すると8本目がこちら、同じくアイラ島のシングルモルトラフロイグ10年でございます。この見た目のねなんとも武骨なデザインがね思わずこう目をねパッと奪われてしまうんですけれども、香りや味わいも思わず目が覚めるような力強さがございます。これはね本当にアイラ島のウイスキー、アイラモルトのウイスキーを好きハマったとですね、うわ薬臭くて苦手だわというですね感想が真っ二つに分かれる、そんなウイスキーなんじゃないかなと思います。まさしくねよく表現されるのがセイロガンといった香りって言われたりするんですよね。パンチの効いたこういぶしたようなスモーキーフレーバーと癖のあるね香り、薬品的な香り、ただ好きになるとどん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 ハマってしまいます。ちなみに私は大好きですし、スコットランドのウイスキー初めて飲んだ銘柄が実はこのねラフロイグ10年だったんですよね。ただねこの香りや味わいのパワーとは真逆で、蒸留所はねすごく美しいこのエリアに立ってまして、歩いているだけでお写真をねたくさん撮りたくなるような白い外壁の美しさがとてもね魅力的な蒸留所でございます。そしてもしねお好きであれば、だんだん飲んでいくうちにバニラとかねちょっとこう熟したバナナといった香りが見えてきたり、それからハイボールでお肉と合わせるのにもハマったりしますね。スパイスたっぷりの担々麺とか、それからスモークベーコンとかと合わせていただいてもとても美味しく楽しめます。なんともね美味しく力強い味わいで一度ハマるとやめられないですし、ハマったらクォーターカスクというタイプもアルコール度数高めで、さらにねフルーティーさとスモーキーな香りをググッと詰めたタイプのラフロイグもありますので、よかったらそちらも試してみてはいかがでしょうか。さて最後のね、よく最近スーパーとかでも実は見るようになった銘柄としましては、やっぱりアードベックも紹介しておきましょう。このアードベックは先ほどのラフロイグ蒸留所とね、同期にあたる1815年創業のウイスキーでございまして、10年熟成のねこのアードベック10というのが一番知られております。アードベック大好きな方をアードベギャンと称されるほど熱狂的なねファンを生み出す、そんなねやみつきスモーキーフレーバータイプのウイスキーなんですよね。先ほどのラフロイグが力強くパワフルで、飲んだ時にも煙っぽさと薬品的なスモーキーフレーバーだとすると、このアードベックはですねどこか香りの力強さもあるんですが、その先に見えてくるちょっとこう繊細で滑らかな口当たりというところがあったり、意外とねこうフレッシュレモンを絞ったような香りや魚介だし系、それからスモークの個性というところがなんともね複雑に絡み合ってるんですよね。そしてこの先ほどのラフロイグであったりアードベックはですねコミュニティもあるくらいでして、毎回毎回楽しみな限定品が登場するほどファンからも楽しみにされているウイスキーでございます。万人受けされるかというと、このねボーモア、ラフロイグ、アードベックはですね結構好みが分かれるウイスキーですし、
そういったスモーキーフレーバータイプの中でも、私はこっちが好きとかね、私はこの蒸留所が好きとか、そういう本当にこう好みが様々、丸々派という形で分かれていくんじゃないかなというくらい、人の心を掴んで離さない個性のウイスキーというのが数々ございます。従来のアードベック10であればアメリカンオークという樽のタイプでね、熟成させたウイスキーで一番スタンダード品なんですけれども、そこからさらにシェリー種の秋である、シェリーダル熟成を施したタイプのウーガダールというウイスキーがね、これがまたスモーキーフレーバーとちょっとずっしりとしたドライフルーツ系の甘みというところが見事に融合している一本なので、あ、アードベック飲んでみて結構好きだったなっていう方は、ぜひともウーガダールをね、バーとかに行った時にオンザロックスで試していただくのもいいんじゃないかなと思います。先ほどのラフロイグであれば個人的には結構肉料理と合わせるイメージなんですけど、アードベックはですね、この繊細でシャープな香り立ちとか、ハイボールにした時の滑らかさもありますので、結構ね、魚介系とやっぱ合うんですよね。例えばエビを使ったアヒージョとか、イカの燻製とか、あとはパエリアとかもいいですね。ラフロイグ、アードベック、どちらもアイラ島のウイスキーではありますが、そこもね、2つ、私はラフロイグ派、私はアードベック派とか、いやいやボーモア派だよとか、ラガブーリン派ですよとか、それぐらいね、本当にこういろんな蒸留所によって好み味わいも違ってきますので、よかったらですね、ボーモア試していただいて、あ、いけそうだなと思ったら、ラフロイグ、アードベックとか試していただくのもすごくね、いい経験になるんじゃないかなと思います。さて、ここまでね、前編お届けしましたけれども、いかがでしたでしょうか。見たことある銘柄でも試したことないものとか、全く知らなかったものであったりとか、そういうものをね、さらにこう身近に感じていただくきっかけになれば嬉しいなと思います。他にもね、ウイスキークロートの方、このあたりもすごくよく売ってるよっていうものがあったら、今日紹介したスペイサイドアイラの中でね、さらに書いていただけたら嬉しいなと思います。後編はハイランドだったりローランドだったりとか、さまざまな島であったりとかね、そういったスコットランドのさらに別の地域で紹介していきたいと思いますので、後編もぜひお楽しみに。それではまた後編でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。